ヒロト、行くぜ。うん、チェンソール、セット、レッツゴー、オン。はい、ということで本日まで手前りました古原康久 TV よ。はい、もうこれね、衣装を着てるということは、そう、皆さん今日もですね、コラボでございます。で、今日コラボするのはもう皆さんね、もう待ちに待ったこの方でございます。ゴーオンゴールド兄役こと徳山秀則さんです。よろしくお願いします。ゴーオンゴールド兄役、ゴーオンゴールド須藤博人役じゃない。ごめんなさい、そう、ゴーオンゴールド須藤博人役だけど、俺からしたらもう兄だから、須藤博人だって呼んだことないよ、だって俺多分。博人は呼ぶけど、俺たちのプライベートでも兄だし、まあ現場でもね、もうずっと兄だったんで、結構兄って呼んでる人多くないですか。みんな兄っていうの。ですよね、うん、そう。で、たまになんかミュウとかが徳山さんって言ったりとかするけど、ほぼ兄な気がする俺。そうだね、ね、神話も兄だろ、うん、薄い、あ、薄いはでも兄だな。アビちゃん兄だろ、お前兄だろ。俺もリナ、あ、リナちゃんの時は3とか。リナが竹山さんか、うん、そっかそっか。あとは、うん、カメラマンも監督も全員兄だね。いや、そう、だからもう俺たちのイメージってもう兄はもうお兄ちゃんなんですよね、まあ、本当に。だからよく俺聞いたことがあるんですよ、うん、徳山はどこの現場に行っても大体兄になるって聞いたことあるんですけど、うん、それはやっぱそうなんですか。どうなんだろうね。なんかそういう役が多いね。ああ、まあ確かに地獄兄弟の時もそうだったし。そう。ね。でも割とそんな感じがしますよね。逆に兄が弟、あ、リアル弟じゃないですか。そう。全然想像がつかない。マジで。弟してるんですか。うん。弟。待って、全然想像つかない。マジで。兄の弟ってどんな感じなんですか、逆に。生まれて、すぐに物心ついた時から同い年のさ、いとこがいるのよ。はい、で隣同士に住んでて、もう学校から帰ったら同い年のいとこのところには弟が3人されてる。そう、だから4人兄弟みたいな感じで、なんか長男として遊んでた感じはある。あ、そっか。じゃあもうそこの時は、まあ、一応実際は弟ではあるんだけれども、その親戚の中とかでは一番兄だったんだ。そう。あ、そっか。だから兄が染みついてるんですか、こんなに。わかんないけどね、兄って書いてあって。いや、そう、もう兄なんですよ、本当に。もう。で、一回僕、それこそ、お姉さんにね、お会いしたことがあったと思うんですけれども、そう、その時の、もう、なんかそんなに俺弟感感じなかったですね、正直。うん。もう。あ、でもお姉ちゃんって呼んでるじゃないですか。姉貴って呼んでるのかな。姉貴。ですよね。え、なんて呼ばれてるんですか、お姉ちゃんから。ノリ。ノリ全然ないイメージ。ノリはイメージない、マジで。で、まあ、今回、まあ、とりあえずちょっと前半の方は、はい、そう、ゴーオンジャーのお話をさせてもらって、うん、後半の方はちょっとカメラでカブトの方のお話をちょっと聞いていけたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まあ、正直兄って追加戦士で入ってきたじゃないですか、うん、で、エビちゃんの動画見てくれた。見たすっげー面白かったよ。面白かったですか。 ありがとうございます。僕のがその日に生まれたって言ってたえ、ちょっと同じ場所にあるけど、あったっけ。うん、できたとこ、今あるよ、今ありますよね。嘘でしょ、今できたって。ちょっと待って、確認してもらおう。これ今できたんだって。え、今できたって。嘘でしょ、ここ。今できたよ、マジで。すごいじゃん、マジで。超面白い。で、なんか俺あの時にあの動画でも言ったんですけど、正直やっぱ追加選手が入ってくるって俺たちからすると相当なプレッシャーなんですよ。あ、だし実際あの時ってもう事務所は違ったんですけれども、実は徳山さん、まあ、兄は僕の事務所の先輩でもあったんですよ、本当は。そうで、そこでもう知ってはいたし、なんか先輩来るみたいな、もうこんな感じです、最初は。本当に、だから言うわ。いや、本当にそうで、怖いから、ちょっと徳山さん見てきてって言って、エビちゃんが最終的にこうやって見に行ったの覚えてますもん、楽屋に。ですよね、覚えてます。じゃあ覚えてる、覚えてる。で、その時に俺はウィングスっていうのに、追加で呼ばれる時にプロデューサーにね、5人がおバカ戦隊なんだけど、やっぱ本当にちょっとおバカなところもあるから、現場も締めてくれないかって言われてた。そう、人としてちゃんと役者として。で、ちょっとそういったこともあってオファーされたっていうところもあるから、どうしようかなって言って東映にいた時に、トントンってそれもなく、そういう風に話してるところにエビちゃんがちょっと撮影終わりでビールの缶ビール持ちながらふらーって来たのよ。やばい、こういうことか。やばいってなったら、エビちゃんが、あ、ちくんお願いします、そのまま綺麗に3歩ずつ下がっていって
帰ってったんだよ。あ、なるほど。そう、だからそのイメージで、うわ、これ大丈夫かなとは思ったけど。あ、なるほどね。その帰ってきた後のお話があって、おうおう、ここです。あの、ちょっと怖いかもしれない、ちょっと怖いかもしれないみたいな感じで、ビールを片手にこうやって持ちながら。だってよ、だってお前らさ、だから先輩怖いって言って、うん、先輩さ、ビールだけはお貸しで、確かに、よ、エビちゃんそのまま行ったから、そうだから、エビちゃんの最初の兄の印象ってめちゃめちゃ怖いだと思います。まあそうだろう、ね、今でこそこんなに仲いいけど、でもなんかその話をね、あの YouTube で見て、僕は、あ、なんかとても欠席裁判をされてるぞと思って、え、何何何、払拭しに来たんですよ。あれは怖くないんだって、あので、まあね、兄がね、入ってくるじゃないですか、うん、入ってくる時のそのきっかけ、なんでそのゴーオンジャーに、まずそのオーディションのところからちょっと聞かせていただけたらなと思うんですけど、きっかけ何だったんですか？きっかけはその仮面ライダーカブトのプロデューサーの方から、はい、あのちょっと連絡がありまして、はいはい、ちょっと追加戦士の方でちゃんとガツッと締める方法をちょっとオーディションに探してるんだけどみたいな、ガツッと締める子で、ガツッと締められて、うん、そのやっぱりその芸歴もあってっていうので、うん、ちょっと徳山くんが頭に浮かんだんだよねっていう話をちょっと言ってくださって、うん、それでじゃあちょっとどうしようかなっていう悩んでた時に、あのその時のマネージャーさんから連絡いただいて、うん、でまあ徳山あれだったらどうぞどうぞやんなよみたいなことを言ってくださって、うん、ああじゃあそっか、うん、1年が長いけどちょっと俺もやるか、うん、でそうそうそう、最初兄めっちゃかっこよく入ってくるじゃないですか、うん、そうで、兄ってあれから何があってこのテンヒアーズグランプリみたいな感じになったのっていう話なんですよ。ああ、ネタキャラみたいな、ね、ネタキャラみたいにさあ、みんな多分そうなっていくんだよ。あんなにかっこよく最初めちゃめちゃ、俺は台本通りやっただけだよ。いや、そう、台本に書いてあったじゃんねえ、みゆおいで、うん、カムバシン、はい、生きてたら連絡しなさいよって、はい、あれいつ頃からすか、そのゴーンジャーとウィングスが仲良くなり始めてとかで、うんうん、あれだよね、もしかしたらワメイクルの回とかじゃない、 あれでヒロトが変顔っていうのがあって、あった、でどこまで変顔なんですかって、うん、最大限にやってくれって言われたから、うん、あ、そうなの、あれ兄が勝手にやったんじゃないですか、違うわ、あ、違うんですか、あれは台本通りしかやらない男ですよ、僕は。いや、言っちゃって、でも、ね、言うけど、兄は割と普段はお茶目ですよ、皆さん、本当に。こんなかっこいいけど、でもお茶目なんですよ。だって、エンディングとか多分見たら分かると思うけど、ダブルピースしますからね。ゴーナーのなんだっけ、最後のコーナー。あ、ゴーン、あの、ゼミナールね。ゼミナール、うん。あれは俺が壊してった、ごめん。あ、そう、めっちゃ壊れてた。めっちゃ壊れてった。あれはめっちゃ壊れてったし。そしたらみんなやってもいいんだ、みたいな感じで、そうそうね、みんなが壊れて、面白かった。そうだね。あれも楽しかった。いやマジで兄だから、もうほんとブレイクしすぎなんです、そこも。で、ジョン、あの仮面ライダーやってた時に、うん、一緒なのよ。仮面ライダーの時も俺がやってた時には、うん、後ろでやってたのはね、冒険者、俺がアタックとか、ああいうのとか結構監督の指示とかで、うん、あの水嶋宏とかもあいつらも結構普通に遊んでたから、うん、じゃあもっともっと遊んでみたいな感じだったから、なんか好きなこと、あと自分たちで結婚みたいなのやってって言われてたから、あ、そうなんですか、そうそうそう、割とライダーも自由高いんですよね、そういう時、そうそうそこはね、ゴローダー GT をその作ったりとかしてる時くらいまでは割とめちゃめちゃかっこいいというか、なんかあれもね、相当なんか熱い中にやってましたよね、ちょっとやばかった、あれ覚えてます、兄多分ね、気失いそうになるくらい、なんか帰ってきた時にもう兄の顔がもうめっちゃ真っ青だったんですよ、うん、え、何どうしたのみたいな、まあ、ほぼ熱中症だったよね、ですよね、うん、なんかゴールドのスーツ着てましたよね、そうそうそう、変身スーツでずっとメットオフだから、うん、俺の場合はラバースーツだから、あーそっか、あそこの山だと真夏だったから、うん、本当に気温40度ぐらいのところでラバースーツを着て、あれスピードスケート用のやつだから、あ、そうなんだ、そうそうなんだ、で全く皮膚呼吸できない状態でそこでずっとやってたのよ、うん、そうしたらスタッフが何人か倒れた、うんうん、そうそうそう、でいやもうマジで倒れてましたっけ、そうそうそう、俺は倒れるわけにはいかないと思って、うんうんうん、でも結構頑張ったんだけど、うん、水分がもうカラッカラになりながら、いやそうだからロケバスに座ってさガーって入ってた時の兄
やばい、マジ超なんか、はい、え死ぬみたいな、本当にヒロト無理すんなよっていう感じでお前らが登場してくれるんだけど、うんうん、ドゲーンみたいな時の、うん、何を言ったかもあんま覚えてないぐらいちょっと結構、いやそうですよね、フラフラには、いやそうそうそう、あの時の兄はなんかね、変で別の意味でちょっとね、やばかったっすね、あれは。そうっていうのとすごく覚えてるのが、兄ってその G5 プリンスの時とかの曲とかも確か書いてる、そう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 、だからしますよね、うん、曲、あ、作曲もすかね、そうそうそう、作詞作曲やってますよね、うん、そう、俺赤なんだけど兄が真ん中だったんですよ、あれ、うん、踊る時にそう、俺ついに取られたみたいな、ついに恥ずかしかったよ、恥ずかしかった。 G3 プリンセスっていうのがもともとね、うん、じゃない、それで G3 プリンセスっていうのをなんか、うん、録音してる時なのかな、あのプロデューサーから言われて、うん、戸山君ちょっとこういう感じで G3 やってるんだけど、うん、次 G5 プリンスっていうので、うん、徳山くんがちょっとかける、あ、それプロデューサーか、から言われて、でちょっと時間ないんだけど、うん、かけるって言われて、あ、じゃあ場合の人ちょっとすぐ来ますわ、うん、で、あの G5 プリンスを作った、書いたの、君とギュッと、あ、そうなんですか、そうで、撮影の合間にバーッと書き殴ってで、作った、君の隣がいいんだ、おずっとだ、抱きしめていたいんだ、そう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 、初めて会った時の思い出をですね、そうそうそう懐かしい、言われるまんまに5人分で全員が立つようにって言って、そうなんだ、全員のラップパートだったりとか、いろんなものをいつでもどこでも全力だってってやってたわけ、そうそうそう、でキュッとキュンとチュッとドキッとずっととか5人分とか結構縛りの中で2週間ないぐらいで、で書くときはもう速攻だったり、一瞬で作った、あ、そうなんだ、1日で作った、渋谷からスタジオまで1時間ぐらいあるんだけど、うんうん、その間にもう歌詞は完成させて、入った瞬間にちょっとピアノ用意して、うん、でそこでギターとで一瞬でメロディーも書いて、速攻でもう一回仮歌を作って、じゃあこれで、そうなの、そうそう、え、めっちゃ大変でしたね、いやでも一応音楽もやってて、いやいや、まあそれは知ってます知ってますけどね、いや兄のライブを見に行ったことありますけれども、あ、そうだったんだ、なんか兄って大変だね、なんか裏でなんかいろいろプロデューサーにちょっとこれやってくんないこれやってくんないみたいな、でさらに言うとその後に、G3 プリンセスとかでも歌でしか倒せないっていう、はいはい、ロムビアコね、そうそう、うん、でその G5 プリンスっていうのもうプラスで、もう一回もう一曲いっちゃおうかみたいな感じで、そのストレートな伸びやかなヒロトがバーンと歌って、うんうん、もうすごいうまく歌うんだけどダメな感じで、うん、はいはいはい、ただ普通にいい曲、なんかバラードを作ってくれないか、こういうカットで、なんかそう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 、いきなり結構これ、ね、あったわ、そう俺たちヨーシュタインとかとめっちゃ肩組みまくってるやつでしょ、そうそうそう、あ、懐かしい、あれ面白かったな、あの時、だから俺もそれで分かりました、書きますよって言ってセリフ開けたら、うん、あの東京ドームの、ね、ホテルのところであった、曲あるのってあるよっていう、これが G5 プリンスとそうそれを、やってたやってたやってた、そうそうそう、プリズムホールですよね、そうそうそう、やってたな、確かに、うん、兄の中で逆にね、ゴーオンジャーの中で一番印象に残ってる話って何、兄の中で一番、みんながね、なぜか僕に芝居の相談を送る、いや、来ますよ、それは。だって一番兄がベテランだし、やっぱみんなの兄ですから、それはみんながこう言ってくれて、うん、それぞれがやっぱこう成長していく過程を本当にこう兄としても先輩としてもなんか見れたのがすごい、あああと幽霊の回とかも面白い、あ、やば、幽霊がめっちゃ怖いんだよね、兄はね、そうそうそ う, そう幽霊だけダメなんだよね、確かね、あの時に俺がなんかすごい弱いからみんながうやーって言ってまた面白がって、あの時すごいみんな楽しんでたなーって言って、あったあった、うん、だって木とかにこうやって目がクリってなったりとかして、わーってうわぬるっとしたみたいな、そうそうそう、やってたやってた懐かしい、うん、あとはまあ古原のやっぱ石を持って走るし、でそれずっと言うよねずじゃあこれは、まあ、でも俺からしたらすごい好きなシーンなんですよ、あの石を持ってあの敵にこうやってバーンってミュウを助けるシーンですよね、そうそうそう、ね、そう、あなんだけど俺はすごいかっこいいシーンだと思ってるのに、兄たちはもうずっとそれ言ってくるの、大爆笑、大
爆笑一人ちょっと内股気味に声出してるでしょなんだろうやばいあもうお店閉まっちゃうわーっていうなんか主婦の方が走ってる感じでいやいや俺の中でめちゃくちゃ活気を感じてるところだったよもっとなんかこうふわーんと颯爽と走ってくれるのかと思ったらもっかたくとって言ったからみんな爆笑してたもう14年間ですよずっと言ってくるんだ兄たちはもう本当にみんなそこは泣くほど笑わせてもらってなんか10 years の時とかもそうなんだけど、うん、なんか俺が要は リナねあのゴーンイエローが相手の中にいるからこうやって俺がこうやって撮って走っていくシーンとかもあったんだけど俺が走るシーン毎回アリアとかずっとニヤニヤしながら普段は別に俺のシーンそんなに見たりとかしないのに俺が走る時だけ毎回出てくるのアリアはだってお前さカメラに対してこれカメラとしたら、うん、カメラの前で、うん、うわって終わる、うん、っていうだけなのにお前うわってやってグキって言って足やったもんなえそうだったっけ動画持ってるもんもう面白すぎて撮ってやばすぎるいやーごきあーすいませんもう一回やらせてくださいマジでえそれでこけるのお前みたいな嘘でしょ皆さんねゴーオンジャーから見た人はカブトを見てくださいカブトの出てきた時からもうマジ変わんないもう見た目何年兄カブトから17年くらいカブトの時そうだね17年くらいでも3年前ジオウもあ、そうですよね。ジオウか。いや、マジで、なんか、ジオウの時もね、ツイッターに流れてるんですよ。矢車荘の、なんか、当時のやつと比較みたいな。なんも変わってない。マジで何も変わってない。兄の中で、逆に変わったことってあります？変わったこと？うん。そう。だって、人間変わるよね。いや、変わんない。マジで。見た目も変わんないし、なんか、10 years の時に、みんながやっぱ兄を見て、兄何そんな変わらないんですかって言った時に兄は冗談かなんか分かんないけどそうなんだよ俺もここまで来たらそろそろ変わると思ったんだけど今でもねハゲたりとかしてないから多分このまま変わんないんだろうねって言ったんですよ俺の中のイメージの40代は岩城浩一さんみたいにもっとこう渋くなっていってるはずなるほどねあ当時27なんですよ兄が入ってきたもんで、うん、覚えてるんだけどであの時俺たちからすると兄ってもうなんか5個くらい上なんだけどすっごい大人に感じたんだけどでもあの時の兄は多分俺たちが年下だからとかじゃなくてもうすでに大人なんでもう27で、まあ、11歳からでもうあの時で俺芸歴がだから15年、16年でしょ、うん、でしょでも今のほぼ俺と同じくらいってことだからそうやって考えたらあの時だからできすぎてるんですよ兄はマジでそれでお前が今もしゴーンゴールドできるかできないできないできない兄みたいなキャラって俺正直めちゃめちゃ憧れるんだけど、うん、できないあんなにやっぱねゴーンゴールドやっぱ兄しかできないあれはあれだと兄の目はずるい目はずるいなんかこういう感じからの怒ってるとかこうこれ俺そんな感じあれこれ兄怒ったらこうあーそう本当に兄こうそう俺できないっすいやできちゃったごめんいやそれが多分正解かもしれない本当にで俺兄のやつで真似したの思い出したこれああよくやるじゃんこうやって兄が2ってよくはやってないと最初の頃だけあそうかお前ら必ずこう指で刺すから、うんうん、お前らってずっとこうやってたらつまんねえなと思ったからあそうですか、うん、俺これかっこいいなと思って真似しましたそれは真似した、はい、それはあったからどんどん真似してくださいあのかっこいいなって思うし憧れてる部分もあるけどだってキャラが違う、ソウスケとヒロトが、うん、でも真似したんだろあ、これはね、うん、これはかっこいいかかっこいいからかっこいい、ね、でも、ソウスケってかっこいいから、うん、ソウスケもたまにやるかなと思ってソウスケをこう一生懸命でってやってるからかっこいいじゃんそうですねソウスケがこう、さーやんだそうですね、うん、まあ確かに俺も後で見てあれこれ違うなと思ったけどちょっと思ったかい違うなと思ったねこれ俺のキャラじゃないのよ、こうやってそう、いや思ったね、これはねほうほう結構スカイシアターあ、スカイシアターだね、楽しみそうもうやっぱりアクションもすごいできるし、うん、でその変身後のね、うん、鍋さんもめちゃめちゃかっこよかったりとかしてかった、ね、シンクロ率やばかったっていうのもそうだったりとかするんだけど、うん、兄なんて毎回仕込んできましたよね、うん、なんか割とその毎回仕込んでたのって実は俺じゃないんだよ鍋さんえあそうなんですかそうそうそう
鍋さんに、うん、ちょっと時直君さ明日もうちょっと30分早くみたいな感じで、うん、もあれはちょっともうできるから、うん、上の方でもうちょっとパンチ出して、うん、でウガッツとか呼んでもっとこうアクション増やそうよとか、こういうネタもっとやろうよっていう、あそうなの、そうそうそう、鍋さんがもう楽しくて楽しくてもっとやりたいみたいな、あそうなんだ、どこまでこうだからシンクロ率でとかなんかどこまで動けるまでどうするみたいな感じで2人で超楽しくて、スカシアはでも本当になんか楽しかったですよね、楽しかった、どんどん手が増えるから俺どうしようかなって思うぐらい覚えるの大変だよ大変だったけど、ね、でも楽しかったよね、でお前どんどん太っていったもんな、そう太ったどんどん太っちゃってな、なんかなんだっけ間違えて下半身だけ変身しちゃったとかもあったもん、いや何それ分かんないんだけど、何でもない、あ違う、 あれね、あこれ別に言ってもいいんじゃないですか、一回ねそのスカイシアターとかでジャンプをした時にこれ破れ、ズボンが破れてここでビリってなって、俺たちはその後メットオフのねレッドのシーンがあるからみんな下に着込んでるわけですよ、それが全部露呈していつも下が黒なのに真っ赤になったって話ね、上からバーンって降りてみんなガーンってやって大丈夫かって出てったら、あれ下だけフルハロ全部ここビリビリになっててここベローンって全部真っ赤になって下半身だけこの人真っ赤なんですけどって言ってお客さんもゲラゲラ笑ってて俺らももうやるしかないけどもうみんな後ろ向いてセリフ言ってたもんなんだなんだ唯一兄とそのアクションをやって1回だけ俺が兄と対峙して勝つことがあるのあるシーン覚えてます、なんだっけ、それはストローバンキっていうキャラが出てきてガイアクアっていう悪い飲み物を飲んでしまうと、ああそうだ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 、要は心が悪くなっちゃって、お前があのオールバックでオールバックでやった時とかに、あれだけ唯一ヒロトにアクションで勝つっていうシーンがあった時は、うん、めっちゃ気持ちよかったです気持ちよかっためっちゃ気持ちよかったです、そっか、でもね残念ながらねお前スタントマンだもんな相手はな、そうあれ、あれだけね回転だけね、福さん、そう、あ回転だけそうだけど、あとは俺でやってましたから、避けんの、何のパンチ違うよ、違うよ、俺、聞いて、あれ俺、マジ違うよ、なんでさ、嘘つく、ずるい、ずるい、あれはずるい、今、あれ、俺だからね、あれ、本当に、じゃあ、本当、スローでやってみて、だってお前、行くぜ、以外全員違う、違うよ、俺、兄って実はめっちゃいたずらしますからね、本当に。はい、もう兄めちゃめちゃ新幹線とかで移動したりとかしてるときにもう新和くんにずっといたずらしたりとかしてるんですよ、兄は目の前の、ああそうそうそう、新和くん気づかないからそうだそうだそうだ、ずっといたずらしてるんですよ兄もめっちゃいたずらっぽいんですよ、だから頭が見えてたからその上にどれだけ乗るかなと思って10円玉重ねてたんだけどずーっと新和くんあれだからずっとこう何百円までいくかなってね、全然気づかない、そうそうそう、でそろそろ重いから崩れちゃうなと思ったからこう紙とか領収書をいっぱいのつけてったら結構こう可愛い感じになったよね気づかないんだよね、みんなは多分ねゴーンちゃんの中で一番でやんちゃって俺とかだと多分思ってると思うんだけど実はこの方です、はいはい、ということでですね、前半はここまでということで、皆さん本当にありがとうございました、それじゃあまた後半もよろしくお願いします、バイバーイ、絶対見ろよこれ山口さん、はい、仮面ライダーカブトの時の、うん、あの矢車さんのお話をちょっと聞いていけたらなっていうふうに思います。わかりました。はい。カブトやった時ってそんなに出る予定じゃなかったよね。そう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 。兄って怒られることあるんですか？あるよ。怒られ続けてきて多分人の50倍はもうなんだろう50回分は怒られてるじゃないか。本当？うん。パンチョホッパーの、うん、ゼクターで来てキックホッパーに変えて変身するとき初めて。こう顔を上げて変身したんだけど、それが初めてだったんだけど、でバーって変身ってやってスーツアクターの方入る時とかにバカだっつって、多分古原先生にはライダー出てもらった方が早い。いやでもライダーになりたい俺。あ本当。ライダーになりたい。そこ。ということでお送りしたのはマッハ全開ゴールド。マッハで行くぜ。またなー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。